こんにちは、アマゾン市サポーター堀秀夫です。今アメリカアマゾンと、オーストラリアアマゾンが、FBA のキャンペーンをやってます。で、違うキャンペーンでね、目的も違うというのははっきり分かるキャンペーンなんで、それについて説明したいと思います。まずオーストラリアのキャンペーン、これは毎月かかる FBA の月額手数料、月額基本料、これが無料になるキャンペーン、10月いっぱいまで行ってます。これは FBA、基本料10月まで無料にするから、FBA 始めましょうと、Amazon 始めましょうという出品者を増やすプロモーションです。一方アメリカの FBA プロモーションは、たくさん売ってる人で在庫回転率が、高い人、在庫切れがないように、しっかりと、在庫を入れておいてくださいというキャンペーンです。これは有料な大量出品者を優遇するプロモーション。どういうことかというと、オーストラリアアマゾン、出品者まだ少ないんでね、出品者を増やしたいというのがアマゾンの狙い。一方アメリカアマゾン、出品者余ってるけど有料な出品者はまだまだ大歓迎、在庫切れをしないように売ってくださいというプロモーションです。つまり今から初心者がアメリカアマゾンに臨んでも、アメリカアマゾンはすでにね、そういう有料な出品者を優遇する有料な出品者、メーカー、それから代理店、一次代理店ですね、そういうもう本当のビジネスって感じで、副業とかで取り組むにはハードルが高い出品者を優遇するプロモーションなんで、以前からね、私のサポートを受けて十分な取引できている方は、ますます売り上げ増えるでしょうし稼げるでしょうけど、今から初心者が参入してもアメリカアマゾンで稼ぐことはちょっと厳しいと。一方オーストラリア、こちらはね、もうはっきりとも、基本料無料にするからアマゾンで売ってくださいと、出品者を増やすプロモーションなんで、初心者歓迎と、プロばっか集めようと思ってもね、アマゾンの出品者が増えて、出品件数、出品している商品が増えて、で取引が増えないとね、逆に大口出品者入ってこないんで、出品者を増やすキャンペーンやってます。つまり初心者でも、差がないと、すでにもう先行している初心者に追いつくのはアメリカアマゾンでは難しい。オーストラリアアマゾンでは先行している、出品者というのはほぼいないと、もうジャンルによってはガラ空きというかほとんど扱ってないジャンルもあるという状態なんでね、このアメリカアマゾンとオーストラリアアマゾンのキャンペーンを見て、常々言ってますけど、今からアメリカアマゾンを始めても稼げません。で、始めるならオーストラリアアマゾンと。アメリカアマゾンは強いライバルに勝てない、オーストラリアアマゾンにはライバルいない、そして今のうちから始めてれば、現在のアメリカアマゾンがそうであるように、今始めた初心者の方は1年後2年後ベテランの有料出品者になってるわけですから、そうすればオーストラリアアマゾンの成長とともにますます稼げるようになってくるというのがね、読み取れるキャンペーンだったんでちょっとご紹介しました。ちなみにオーストラリアアマゾンは、今はまだまだなんですけど、3年後には日本アマゾンの7倍の規模、7兆円を超える売り上げが見込まれています。アメリカアマゾンは当然のことながらね、もう頭打ちも成熟しきっちゃってますんで、しのぎを削る、ライバルとしのぎを削る戦いですけど、オーストラリアアマゾンだったらね、参加してるだけでどんどん売り上げ、利益とも増える可能性が高いということが言えます。ちなみにこれが、アメリカアマゾンのキャンペーンの、中身を、図解したものとキャンペーンの内容なんですけど、これは会員専用記事あるいは動画でね、また詳細は説明しますので、会員の方でアメリカアマゾンやってる方はそちらの動画記事を参考にしてください。そんなわけで、今から始めるならやはりオーストラリアアマゾンというのはね、よくわかるキャンペーンやってましたので解説しました。以上、アマゾン市サポーター堀秀夫でした。